日本一の大わらじが今会場に向けてトラックに積み込まれています。福島市の夏の風物詩、福島わらじ祭りの大わらじ、今日はスタート地点に運び込まれ、大会当日多くの人に PR します。わらじを、飾って見客祈願なので、福島のわらじの迫力を見ていただいて。初めてとなる今回の大会には42都道府県から5072人が出場予定。関係者たちは福島の魅力を伝える絶好のチャンスと捉えています。1000人以上宿泊される予定ということもありますので、そういった意味では非常に効果もありますし、観光にもつなげられるのかなというふうに考えております。会場で出店するお店も期待を寄せています。第1回ということなので、福島を、盛り上げる何かお役に立てればなと思いまして、乳牛も手掛ける福島市の佐々木牧場カフェでは、自慢の牛乳に自家製チーズ、牛乳パンなど合わせておよそ100品を販売します。お店では当日の売り上げに期待を寄せるとともに、何よりも福島の魅力を知ってもらえるいい機会だと感じています。せっかくいい季節なので、走るのはこう市街地だろうと思いますけれども、でも福島は空気がいいので、気持ちよく走っていただければなと思います。福島のおもてなしで大会を盛り上げます。地元の方からも期待感伝わってきますよね。今から大会とても楽しみですよね。福島市は初開催となりますが、全国各地ではマラソン大会が軒並み再開されています。例えば今年3月の東京マラソンではおよそ3万8000人が出走。県内を見てみますと、今年2月5年ぶりに開催されたいわきサンシャインマラソンではおよそ6200人、郡山シティマラソン大会ではおよそ4000人が出走しました。関西大学の宮本勝弘名誉教授の試算によりますと、昨年度に開催された市民マラソンの経済効果は全国で3968億円です。ただこれコロナ前のおよそ半分なんです。ですから今年度はさらなる効果が期待できそうです。福島市は出場者に道の駅や入浴施設などで利用できるクーポン券を配布するということで、経済効果にも期待したいとしています。